はい、いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。はい、ちょっとフェスの結果を見ていきたいと思います。はい、ホラガイ、ま、知恵やろこんな。まあホラガイぐらいやっといてあるわ、マジで。得票率は、まあ、ここまではもうゴミみたいな、カスみたいなポイントなんで、まあいいでしょう。知恵がね、その勇気と力を凌駕することはない。知恵こそ人間の最高のアイテム。見とけ。わーい。やる意味ないやもん、こんな。なんこれ。いや、いいよ、もうこれ。一瞬でバーンって行くない？はい、くそー。はい、ゴミ。もうね、力とか、ほんと、原始人なんでやめた方がいいっす、完全北京原人。俺らみたいな、ホモサピエンスは、やっぱり、知恵。間違いない。まあ、ちょっと全然最近フェス勝ててないんで、次は勝ちたいなっていうところですけどね。はい。はい、本日のワンポイントアドバイス。腹筋は毎日行っても、良いが、腕立てやスクワットは毎日行うと逆効果となり筋肉が痩せていくらしいです。パワーなんとか言ってる芸人の方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは。ロラ&コラでダッチエリアやっていきたいと思います。なんでなんでどっから来たん？下から回ってきたんか。ちょっとね、ロラ&コラって言うためにちょっと頭使ってたんで、ちょっとどうしたらいいかちょっと全然思いつかなかった。ここのマップでも得意なんで、バビッとやっていきたいな。バビりたい、マジで。バビりたい。はい、2枚り、オッケー。流れるように2枚やっていく。誰がなんで後ろにおるねん、あいつマジで。てかバック強くね。サメライさ、完全に強化されとんな。2枚やられてしまっていく。ちょっと潰していこうぜ、あいつ強いからマジで。おらんね。あれなんかスペシャルさ強くなったかな。強化変更あったか、もしかしたら。何にやられたん今。うわ、気づかんかった、やべえ。飛ばん方がいい、絶対飛ばん方がいい。とりあえずあれ貯めていこう。あれを貯めていくわ。これでちょっとバッコリやっていくわ。オッケー、ナイスワイプ。オッケー、詰めていく。来てる、絶対来てる。はい、ナイスやな今の。はい、やり。オッケー。ローラーらしい動きできてる。スメーシーのね、ヤグラのおすすめあったんだけど、エリアはね、そんな俺特におすすめない。置けるとこにしっかり置いてくる。まあ、それがビーコンの基本だから。間違いなくそれをやった方がいい。やっぱり、ね、腹筋が速いって強いよ、当たり前だけど。マジでしっかり粘る。これはまあこういうね、段違いのマップはやはりそのあれが強いから、下にこうしっかりこうビーコン置いて、あれ索敵するっていうのが結構強いんで。ナイスすぎるな。気づいたかな。はい、お疲れ。ローラーおるね。ローラー多分こっち来るよ。サメライ、気づいたか。オッケー、オーケー。勝ったやろ、これ、さすがに。いや、裏でもちょっとやってるんで、割とほんと自信ある。
割とね、お前頑張れ、お前頑張れ、こいつは俺が排除する。オッケーナイス。割とね勝てるんで、マジで。うん、普通にエスプラ10まで絶対いく。てかいつカウントリセットされるんだっけ。4ヶ月3ヶ月わかんないけど、それが合ってしまうとちょっとまたやり直しになっちゃうから、なんとかそれまでに5月中なのかな、5月中なんて頑張らないで駆け込み乗車していかないとまた S に戻されるから、いくら頑張ったとしても。だから結構裏で今やっててモチベ高い状態なんで、動画もねどんどん1日2個とか上げていこうかなと思ってます。コメントいただけたら嬉しいです。ちょっとあるかな、コメントあるかも、コメントあるかもしれない。一応確認します。今日今仕事帰ってきたばっかなんで見てないんですけど、いつもね必ず確認してます。はい、確認しててコメントがない。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。悲しい。